ハロー宇宙。どうも、本日ですね、8月の11日ですね。はい、今は、お盆真っ只中ですね。はい、で今日はやっとちょっとずっと、仕事だったんですけれども、やっと休みになりまして、今日はちょっと以前ですね、メガネの調整に行きまして、そちらができたということで、そちらをですね取りに行きたいかなと思います。で今現在矢場町に着きましたね。はい、で結構やっぱりあの連休、まあ多分人によってはまあずっと連休の方もいると思うんで、結構人いますね。はい、ではですねちょっと早速パルコの方に取りに行きたいと思います。今ですね、メガネの方も、今この通り戻ってきまして、さっきと多分変わってると思うんですけども、特にですね、この鼻パッドを入れてもらった感じですね。はい、結構このこういう鼻パッドがないようなメガネだと結構ペチャーっとついて不快感があったんで、3000円でつけてもらいました。はい、ではですね、今日はちょっと他にまた別に行くところがあるので、またそちらの方も行っていきたいと思います。では行ってきます。暑すぎますね。まあ、人もめちゃめちゃ多いし疲れるこの時に雪崎ができたんですね。全然知らんかった。やっぱ街中は結構変わりますね。だんだん残るところと潰れるところと生き残るところと分かれちゃいますね。はい、今日はですねこのラシックに用があってきました。ではですねちょっと早速行ってみたいと思います。暑いな、めちゃくちゃ今日は暑いですね。もうサウナ状態ですね。はい、まあ、熱中症には気をつけたいところですね。はい、ではちょっと見ていきます。はい、今行ってきました。ちょっと残念なことにですねサイズがなかったですね。ちょっと自分が何か買おうかなと思ったらサイズがなかったっていう形で、ちょっと今日は何も買えないんで、ちょっとまた次のところですね行ってみたいと思います。暑すぎてバテそうですね。ちょっとですね、まあ栄の方を行くよりも、まあ、ちょっと家電製品とかも見たいんで、あの明治の方に今から向かいたいと思います。ではですねちょっと行ってきます。ビリーズ COJP 残ってますね。サイズがでもちっちゃそうだな。はい、では行ってきます。天気がいいけど暑いですね。はい、今やっと免疫に着きました。はい、ちょっとユニクロだとか、ビッグカメラですかねの方を見ていきたいなと思います。まあ、ビッグカメラに関してはちょっとカメラなんか新しいの買おうかなと思って検討してまして、まあちょっと実物を見ていきたいと思います。では行ってきます。あんま結構いないですね。まだ境の方がいるかな。はい、今ですね、やっと、出てきまして、無事ゲットできましたね。さすがユニクロは裏切らないですね。はい、あとこれ以外にですね、ちょっとあのカメラをちょっと見てまして、で、あ、なんとなくこれいいなっていうのも見つけたんで、ちょっとまたそれは後日買おうかなと思います。はい、ではですね、ちょっと次にですね、ちょっとあの皆様から結構リクエストが多かった、名古屋のあれですね、飲食店の紹介というか、まあ、ちょっと自分が、まあ、最近は行ってないですけども、まあいいと思うよっていうような飲食店を紹介したいと思います。でちょっと今からですね行ってみたいと思います。ここがですね免疫の裏の辺ですね。はい、まあ、ちょっと風俗街もありますけども、この辺ですね。どこだったかな。
めっちゃ客いる無理や。しかもこれ昼間の4時だよ4時でこんな客いるのマジか。ちょっとゆっくり食って撮影できるかなと思ったんですけども、ちょっとあまりにも人がちょっと多すぎて無理ですね。まあちょっとたまたまちょっとあの連休中だからいかんかもしれないですね。ちょっとまた今度別で、ちょっとドヘイズに行っていないところでちょっと撮ろうかなと思います。すいません、ちょっと今日はあの撮れませんでした。すいません。はい、今ですね、やっと戻ってきまして、ちょっと今日はですね、すいません、ちょっとあの本当はあの飲食店寄ってですね、まあ、結構まあおすすめの飲食店っていうんですかね、まあ、結構コメントに、名古屋来たんですけどなんかいい飲み屋ないですかとかいろいろ聞かれるんで、で自分的におすすめなところを紹介しようかなと思って行ったんですけども、今日はちょっとたまたまですね、連休中だったんでめっちゃ客がいて、しかも4時ぐらいですかね、16時ぐらいに行ったんですけども、でその時ってまあそんないないでしょうと思って、で食べながら動画でも撮ろうかなと思ったら、なんとですね席が1個も空いてなくて、いやちょっと残念ですね。繁盛店ですね、まあ、これだけ、まあ、たまたまちょっと休みなのかわかんないですけども、この服の中ですね大繁盛してますね。はい、やばいっすやばいな。久しぶりちょっと自分食べたかったんですけど、ちょっと 1,2 杯飲んで、あの豚焼き豚屋なんで、2,3 口食って、全然 2,3 まあ結構食っちゃうと 3,000 円とかいっちゃいますけども、ほんとちょろっとだったら 2,000 円とかぐらいで多分済むと思うんで、まあ、ぜひですね結構おすすめだったんですけど、すいませんちょっとあまりに予想外に客がいたっていうことでちょっとびっくりしましたね。はい、で今日は何をしに行ったかというと、このメガネのここですかね、ここの鼻パッドっていうんですかね、鼻パッドをあのこの間つけに行ってですね、でそれが完成したっていうことでこれ戻ってきたんですけども、これパッドがないとですねどうしても目に当たっちゃうんで、でつけたって形ですね。まあ、なかなかこのメガネもあんまりかけてなくて、でかけてない理由が目に当たったりして、ちょっとフィット感悪いなと思って全然使ってなかったんですけども、結局これよく考えたらかなり高いんで使わないのもったいないなと思って、で鼻パッドをつけました。はい、でそれと、あとは、他に、らしくの方でちょっと欲しいものがあって行ったんですけど、ちょっとサイズがなくてそれが買えなくてですね、で結局まあ免疫に行って、そうですね、飲食店見に行ったりだとか、あとはカメラですね、あのカメラの方もちょっと前から買おうかなと思って、どういうカメラがいいかなと思って、でコンデジっていうんですかね、ちょっとあんまり自分詳しくないんですけども、だいたいそのめぼしいものがあったんで、それをちょっと実物見に行こうということで、あのビッグカメラに見に行きまして、でだいたいまあめぼしがついたんで、まあ今度、ちょっと楽天ポイントが入ったらあのネットで買うか、ちょっと店舗で買うかどうしようかなって今迷い中ですね。型番も調べてきたんでそれを買おうかなと思います。はい、であと最近は買ったのはこのライトですね。ちょっと今からですこういうライトも一応新たに機材で買いまして、一応こうやってレベル調整できるというか明るさが調整できるんで、ちょっとやっぱりあの照明とかもやっぱりちょっと重要だなと思ってですね、最近こういうのも買ったりだとか、あとは定番のまあユニクロですね、この間エアリズムの方であのネイビーが買えんかったんで、ネイビーの色とあんま一緒のもので、まあ、あんま紹介してもしょうもないんですけど、一応ネイビーエアリズムのネイビーと、あとはパンツですね、パンツでイージーアンクルパンツですね、ウルトラストレッチってやつですね、これを一応買ってきたかったですね。これ結構定番でいいんですよね。あれだんだんやっぱユニクロもあのもう数ヶ月使ってるとだんだんこれがもうすれてきてあのミッドマインで、一応新たに新調しました。はい、なんでこの2点ですかね、ユニクロはこれ2点買ってきた形になりますね。はい、てな感じで、まあ、今日もですねちょっとまあ本当はラシックで買えたものを紹介しようかなと思ったんですけど、ちょっとルーティーン動画になっちゃいましたね。でついでなんでせっかくだったんで飲食店を紹介しようと思ったんですけども、ちょっと無理でした、すいませんそれは。はいなんでまたちょっと時間以上これ紹介したいと思います。はい、ではですね、で今日はこちらで以上になりますので、また何かですね、こういうルーティーン動画だとか、なんか買ったものがあればですね随時紹介したいなと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、でまあ前回のですね、これの1個前に上げた動画がちょっと大不評でちょっと消させていただいたんですけども、まあちょっとまあいろいろよくコメントいただいてる視聴者様からですねいろいろアドバイスいただきまして、ちょっとああいうのやめようかなと思います。ちょっとまあギャグのつもりだったんですけどね、意外にすごい反感を食らったということで、
はい、ではですね、また次回の動画でお会いしましょう。ではバイバイ。